はい、こんにちは。純米酒専門屋田新宿三丁目店の斉明です。本日もご視聴よろしくお願いいたします。本日はこちら、竹すずめをご紹介したいと思います。岐阜県のね、揖斐郡のお酒ですけども、ちょっと字が読み取りづらいでしょうか。光の加減で竹すずめですね。はい、まあ、こちら大塚酒造さんなんですけども、主に木元作り、山灰作りを行われております。当店では扱っている酒屋八兵衛、皆さんもね、召し上がったことがあるかもしれませんけども、まあ、酒屋八兵衛から強く影響を受けましてですね、そこからこうね、ちょっとこういうお酒を目指したいなということで、まあ、山灰木元メインで、酒造りをねされておりまして、まあ、こちらは木元造りの純米濁り酒です。で、こちら山田錦、まあ、契約農家さんのね山田錦を使用した、純米酒の濁りになっておりますので、今日これをねいただきたいと思います。山灰作りの生原酒とかは結構ここにね、スズメのね、ラベル、スズメの可愛いね、モチーフが書かれてますけど、今回は漢字のラベルということで。で、まあ、濁り酒ですので、まあ、少しですね、まあ、軽く、優しくですね、こう、上下に振ってあげてください。まあ、それでこう、きれいに混ざりますので、まあ、それから注ぐということで。ただ、まあ、たまに気をつけていただきたいのは、生酒ですね、生の濁りの場合、ちょっと発泡感ある場合があるので、その時にシャカシャカ振ってですね、開けると蓋が飛びますので気をつけてください。これはあの純米濁りの火入れです。ですので、まあ、ガス感はないんですけども、濁りはねやはりこうしばらく置いておくと下の方にね沈殿していきますので、まあ、優しくこう混ぜてあげます。で、まあ、濁り酒の楽しみ方としては、もちろんあの濁りをねそのまま楽しむのもいいんですけども、沈殿している場合はですね、上澄みの透明な部分を先にこうちょっと注いでですね、その味を楽しんでから、それからね、混ぜて濁りの絡んだ状態でも味わいの違いが楽しめるので、まあ、1本で2度美味しいというね楽しみ方もできると思います。まあ、今回はちょっとね薄く薄く揺らしていただいて、で薄く濁った感じですね。で、まあ、あまりこうドロドロな濁りというよりは結構こうね飲み心地としては多分こうさらっとしたようなね濁りの絡み方ですね。ではいただきます。はい、まあ、結構穏やかなこうね酸のね、ヨーグルトのようなねミルキーな感じがありますね。はい、非常にこう期待の高まるね、香りですけど、いただきます。うん、非常にですねキレがいいですね。後半こう非常にこうシャープな酸でねスパッとこう切れるような濁り酒です。まあ、濁り酒だとたまにねこうすごくね重い濁り酒というのもあるんですけども、まあ、これはですねあまりこう濁りの重たさを感じないですね。口当たりにはこう旨味、酸とね感じるんですけども、後口が非常にこう切れやすい、切れやすいというかあの切れてるお酒ですね。まあ、ですので切れ味鋭いシャープなお酒と言えると思うんですけども、まあ日本酒度もプラス8、まあ、アルコール度数もね17から18度あるということで、まあ、ちょっと飲み応えのあるね原酒だと思います。はい、これね、多分おかんにしても美味しいですね。おかんにすることで濁りの部分のね、旨味とちょっと甘みが出ますので、少しこうね、シャープだなというふうに感じる方は、おかんにして飲むとですね、まあ、そしてちょっとぬるかんめ、まあ、厚めでもいいんですけども、ぬるかんめぐらいで飲むと、もうちょっとこうね、優しく甘みも出て、よりね、こうバランスも良くなると思いますので、まあ、ぜひ試してみてください。うん、これね、香りが本当にいいですね。爽やかさを感じます。まあ、こういう濁りのねちょっとこうスパッとシャープな酸で切れるお酒でしたら、ちょっと脂っこいものとね合わせていただいてもいいのかなと思います。まあこれからの季節でしたら、まあ、今の季節もねそうだと思うんですけども、すき焼きとかですね、まあ、ちょっと肉の脂分、ね、焼肉とかと一緒に召し上がっていくのもいいのかなということでね、まあ、おかんにしてもよりね相性が楽しめると思いますので、ぜひ、その試してみてください。うん、香りがね本当にいいですね。フルーティーな香りというのはとは違ってですね、爽やかな香りなんですけども、こう、嗅ぎ飽きないといいますかですね。まあ、ですので、濁り酒でしたら、普通のね、平灰で温めた場合は楽しんでいただければいいと思いますし、まあ、冷たい状態で飲むんであれば、ワイングラスでもね、十分いいのかなと思いますので、ぜひお試しください。うん。はい。というわけで、本日はですね、竹すずめ、岐阜県、揖斐郡ですね、大塚酒造さんの純米濁り酒をご紹介させていただきました。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。